皆さん、こんにちは。慶應義塾大学の徳田です。本日は国際会議のためそちらに参加できませんので、ビデオでご報告させていただければと思います。私の発表のタイトルは、ユビキタスサービスとオープンデータ、いくつかの事例と課題についてということで、倫理的、法的、社会的な課題について少しユビキタスサービスとオープンデータの視点から議論させていただければと思っています。また、それがオープンな知の議論へとつながっていけばと期待しております。まず最初の炎上は昨年の7月に起こりました。これは皆さんご記憶にあると思いますが、JR さんと日立さんが Suica の情報を匿名化処理した上で、熟子の駅を500万円程度で売るというふうなビジネスモデルをスタートさせたわけですけれども、実際にネット上でですね、非常に炎上しまして、ここにも書かれておりますけれども、20代の女性は駅や街の発展に活用されるのは良いことだが、私たちが残したデータを説明なしに使われると不安に感じてしまう。また、40代の方は私たちのデータが売られていることは知らなかったので、個人情報が深まれていなくても、しっかりして説明してほしいということをお話ししております。一体データは誰のものなのでしょうか。私たち日本の中ではデータの利活用に関するガイドラインが非常に遅れております。データの所有権であったり、ユーザーからどのように許諾を得るか、または何らかの形で富を得た場合にそれをどう分配するか、こういうことも議論されておりませんし、技術的には匿名化処理した時の匿名集合のサイズの問題であったり、紐付けの問題であったり、データリテラシーをどのようにして一般の方たちの知識を啓蒙していくか、そういうことに関しても議論が遅れていると思っております。ここでちょっと基本的な概念、5つあるんですけども、3つだけ復習させていただきますと、まず匿名性、アノニミティですね。何らかの行動を取った人物が誰であるのかわからない状態。それから、匿名集合、アノニミティセットですけども、一般にはある行動 A に対してその行動 A を起こし得る人の集合。特にこの集合のサイズですね。アノニミティセットのサイズが問題になってきます。それから3番目、アンリンカビリティ、非結合性で、任意の AB に対して A を行った人物と B を行った人物が同一人物であるかどうかを判定することができます。このアンリンカビリティも保証してあげなければいけない重要な性質の一つです。いくつかの事例で、この匿名集合サイズとプライバシー保護の事例ということで、いくつかご覧に入れたいと思うんですけども、まず最初に、ドコモの方が数年かけて、今やっとサービスにしておりますけども、モバイル空間統計サービスというのがあります。これは東京だけではなくて、全国を500メーターのメッシュで切りまして、携帯電話をお持ちの方々が基地局に、必ず接続してるわけなんですけども、その運用データからですね、統計的な処理をして、500メーターメッシュごとの人口分布であったり、人口構成であったり、移動に関する情報が得られるというサービスです。これ2010年の時に私の研究室の、これ2010年の時に私の研究室の OB が実際に実装してたビデオなんですけども、東京のエリアを500メーターのメッシュに切ってありまして、時々刻々変わる人口分布が棒グラフで表現されています。これは朝8時の時に東京の駅の周りの棒グラフが伸びていきます。で、お昼を過ぎて夜になりますと、夜11時の時点ではもう渋谷、新宿、池袋というところが人口が残っていて、東京駅の周りはもうほぼほとんど人々が帰っているっていうのがよく分かっているかと思います。
これはノキアがやっています、マイスポーツパルというサイトで、彼ら携帯電話から送られてくる位置情報をもとにですね、この場合はスペインのバルセロナの周りのヒートマップが出ていますけど、ジョギングしていたり、サイクリングに乗っている人たちが、どこら辺が一番多く、走っているかということが表現されています。まあ、この場合にはサイクリングの場合なんですけども、バルセロナ市を管理している人たちからすれば、どこの自転車道路を補修したらいいかというふうな、プライオリティをつける上では非常に有効なマップになるんですけども、個人のレベルで、空いてるパスを走りたいんだけどというふうな、パスに関してはレコメンデーションができないという、まあ、欠点があります。次に、災害時、非常時の時におけるプライバシー保護について少し触れてみたいと思います。ご存知のように、我々、2011年の3月11日に東日本大震災があったわけなんですけども、私、当日、情報爆発を超えてというシンポジウムのために NII にいたんですけども、そこで被災しまして、翌日の6時まで、NII が機転を利かせていただきまして、止めていただきました。その時のツイートがここに出ていますけども、実際にはいろいろな問題が起きていました。実際に東北エリアにレスキューに向かう人たちにとっては、どの道路が動けるか、使えるかということは非常に大事な情報だったわけですけども、ホンダがですね、顧客から送られてきている走行データ、これをいち早く、ソーシャルメディアで情報発信を3月12日の10時30分にされています。その後、3月14日に Google と、連携した形で Google マップ上で、データが送られるようになるわけなんですけども、同じように、Google 社の中でも、避難所でいろいろな写真が貼られてるわけなんですけども、その名簿データを写真で撮って、それを Google に送ってですね、クラウドソーシング的にサーチ可能な文字データに変換するというサービスを始めたわけなんですけども、やはりこれもプライバシーの保護と、避難っていうされている方たちの検索をどちらを優先するかということでもいろいろ議論があったかと思います。このようにですね、非常時におけるデータのアクセスですね、個人情報に関するアクセスを誰がいつどのように許可するか、まあ、ここら辺に関するガイドラインもをかけているのではないかと思っております。3番目に、オープンデータと社会情報基盤、特に国とか地方自治体が持っているデータをソーシャルオープンデータと言いますけども、そのデータに関して少しコメントをしたいと思います。まずこれ、オバマさんが提唱されたデジタルガバメントのページなんですけども、もうアメリカにおいては次のようなモデルを提唱しています。基本的には一番下のレイヤーがインフォメーション層で、オープンデータとコンテンツを持っています。その上にプラットフォーム層という形で、システム、プロセス、それからウェブ API などが定義されています。で、一番上の3層目に、政府のデジタルサービスであったり、民間のデジタルサービスが提供されています。その上にカスタマーという形で、政府の働いている方たちであったり、一般国民があるわけですけども、日本的にというか、今風に見ると、このモデルも少し古くてですね、実際には人だけではなくて、機械であったり、ロボットがこういうサービスを提供、受けるようになりますので、このモデルではまだちょっと不十分なところがあるかなというふうに思っています。もう一つの例は、ヘルスランドスケープという非常に興味深いサイトなんですけども、医療情報を匿名化してですね、天気予報と同じように、
空間地図にマップしてですね、アメリカの中でどういうことが起きているかを理解しやすくしようというふうに、研究者たちが持ち合いのデータを共有できるサイトになっています。これちなみにですね、肥満の成人分布、アメリカですね。次に、糖尿病、こういうふうな形で、非常に簡単にですね、データを比較することができます。私が住んでたピッツバーグをズームインしますと、こんなふうになっていまして、さらに、ズームインするとですね、先ほどお話しした匿名集合のサイズ、これがどの程度まで落ちるかということが問題になってきます。ドコモの場合には、先ほどのモバイル時計空間 500m×500m のメッシュが、アノニミティサイズが100を切った場合には、そこをゼロにしてしまって表示しないというふうな措置を取っています。同じように富山県の富山市でもですね、都市計画のために同じような人口分布図作られていまして、いろいろな試みがされています。最後にオープンデータ API について、データをアクセスするためにただ単にウェブに公開されているっていうのはダメでありまして、より効率よくデータがアクセスできるような API が定義されてなければいけないという問題があります。これちなみに、サンフランシスコの SF パークというページなんですけども、サンフランシスコ市内の駐車場の空き情報と料金に関するデータが表示されています。もちろん API を介してそのデータが取れるんですけども、ダイナミックプライシングの実験をされていますので、料金が場所によって変わっている、また時間によって変わる、非常に面白いサービスが実現されています。日本でもやっとこの API を提供するムーブメントが起きていまして、まだコンテスト始まってないみたいですけど、8月19日に東京メトロの方で新しい API を提供するので、楽しいアプリを皆さんでお作りくださいというようなことが言われています。で、最後に少しまとめに入りますけども、ソーシャルなオープンデータ、我々ソーシャルオープンビッグデータって呼んでいますけども、3つの大事な原則があるかなと思っています。1つはオープンバイデフォルト。これは我々の税金でできてきているデータですので、貴重なデータをいろいろな利活用ができるような形でオープン化する必要。2つ目は、もちろんアナログで集められたデータでも構わないんですけども、それを必ずデジタル化していただければと思います。これをデジタルバイデフォルトと呼んでいます。3番目に今お話しした、集められたデータがより効率よくいろいろなサービスを実現していく上では API が定義されていて、それを利用することによって容易にサービスが提供できるように、実現できるようになっていなければいい。この3つですね、実現されればと思っています。で、最後、まとめになりますけども、オープンデータの利活用のガイドライン、これが非常に遅れておりますので、これの整備が非常に重要かなと思っています。その中においては、そのつなげるメリット、つながるリスク、この両方がきちっと記述されてなければいけない。ある意味、プライバシーの保護であったり、セキュリティの確保、こういうことがきちっとですね、ガイドラインの中に書かれる必要があると思っています。で、本日、ユビキタスサービスとオープンデータの視点から、データの所有権、それからユーザーの許諾、富の分配、それから匿名集合のサイズの問題であったり、紐付けの問題であったり、一般の方々のデータリテラシーの向上に関してどうあるべきか、そういうことを議論させていただきました。最後に、ソーシャルなオープンビッグデータに関する3つの原則、オープンバイデフォルト、デジタルバイデフォルト、API バイデフォルト、この3つが大切であると思っております。ご清聴、それではどうもご清聴ありがとうございました。